らない。本日はですね、まあいつも通り調査班掘らないと前半戦やりまして、はい、後半戦ちょっととある恐ろしい企画を持ってきました。何やつだ、やばい。何やつだ。何でした。霊に繋がる電話番号に。電話系はよくないよ。本当に。電話はマジで。すごい1年前ぐらいにね、似たようなので、かけてはいけない電話番号っていうのは、うん、そんなもんじゃ甘いと。もう本当に霊に電話しようと。やばいやばいやばい。そろそろ電話しよう。まあ多分今日はね、うちの精霊たちが、そうだね、精霊たちが賑やかになるのではないかなという。なるほど。まあ今舐めてますけど。いやだいぶなんで怖い怖いこの雰囲気。危険な可能性は高いですね。うん、さあじゃあまずは、はい、調査班掘らないとやっていきましょう。一つ目の動画はですね、問題のドアを開けたまま掘らないと撮影したらヤバすぎる量の怪奇現象が起きたと。ドア開けたままホラーですな。なるほど。出た。まあそこを開けたまま撮ったやつなんですけど。そうね。1分54秒に子供の声が入っています。うーわ、同じ声。これやばい。やばっ。これやばい。めっちゃ入ってめっちゃ入ってめっちゃ入ってる。2回じゃない。2回。うーわ、同じ声。これやばい。やばっ。これやばい。これやばい。これ正義っぽい。正義っぽい。一瞬ね。あー、あー、ビビった。そう、ST スタジオのすごいところはもう正直に自分たちのありすぎてね。そう、ありすぎてちゃんとこれでうーとかやらないで、リアルなやつだけちゃんとお届けしてます。続いて6分44秒ですね。また声が。何？今度は、ね、女性の声ですね。自ら命を絶ってしまうみたいな感じも結構いるわけです。結構でしょ。もう1ぐらい。メンバーっぽいっちゃメンバーっぽい。まあこれもメンバーでいいでしょう。ああ、メンバーでいい。メンバーでいいでしょ。この動画は安全。安全です。ありがとう。安心しました。安全。2つ目、第4回、ゾッとする雑学。ゾッ。38秒でオーブががっつり映っている。ああ、オーブ。まあまあ置いときまして、はい、まあまあ、はい、今回から1人1000円の3、今回から1人1000円の3、今回から1人1000円の3、1000円の3。えぐいね、これは。いや、ドアの前いますね、こう、あーって、こう来て、こう戻っていくっていう、不規則だよね、なんかね。すいません、みたいな感じで出ると思う。やめろ、お前。急にホップにすな。まあ、皆さんまだ温まってないでしょう。ずっと、このぐらい。今日は結構舐めちゃってるよ、俺。3つ目いきます。うわ、怖いやつ。部屋の電気を消し、ナイトショットで撮影したら顔が浮かび上がったという。そりゃ怖かったわ、マジで。伝説のホラーナイト。これやばい。この伝説のホラーナイト、まだ見てない方、概要欄から見てみてください。お願いします。この動画の2分3秒ですね。2分3秒。女の声がする。おお、がっつりだね。もう外じゃ。うわー、これはでもガチでしょ。結構マイク、マイクじゃねえな、これな。でもなんかあんまね、ゾワッとはしない。うん。それで3分45秒、また声が入ってます。やっぱどっかしら動くよ。うん。それ言うてるなっていうのがわかる。っていうのがわかる。っていうのがわかる。あれじゃないの？ターボって。ターボの口見てみ。うわーって言って2秒、1秒2秒後に口がアーになってる。それ言うてるなっていうのがわかる。それ言うてるなっていうのがわかる。最初はいいの。遅れたタイミングで、遅れてアーになってる。続いて、世界を敵に回した指名手配ランク1位の男がワンピース。5分35秒でなんか舌打ちが聞こえると。こんな感じの話を聞いたらさ、完全に神の抵抗軍悪いなみたいな、野蛮すぎるだろって思うじゃん。うん、これ、あ、舌打ちだ。シュッとしてる。変な音してる。何この音ね、みたいな。こちらは3分8秒で不可解なことが起きています。やばい。
0.25 これがね、結構コメント欄で物議を醸しているんです。そうだよね、だって編集の時代って気づく滑り方やばいよね。黒い影はあかんどうやって映るって感じやばいね。価値やばくない。ここら辺カメラもそこら辺に。はい、ということで、はい、本日のホラーナイト、調査ホラーナイトはここまで。やばい、ちょっとこれ最後に紹介したって不可解すぎる、なんか顔みたいなのが、グロいのはすごいよね、一本ってゾワッとする声がなくてよかったかな。さあ、ここからビビらせるやつだ。忘れてた。こっからがメインですけど、なるほどなるほど。今回はちょっと4つの電話番号にかけていきたいと思います。はい、1つ目、お経が流れ続ける。お経、ただいまよりお経のパワーを送ります。え、なんか言ってる。あまり考えずにそのままの心で受けなさい。え、あマジじゃん、こマジなんだけど。やばい、キモい。キモい。どんな感じ。マジで揺らされてんじゃん。強でもちょっとちっちゃくない。やばい。うわ、怖い。これ強でもない。大丈夫。怖い。フリアの時、フリアの時、やばい、あー、そういう感じか、うん、あー、逆にこれでかけ直されても困るというか、高校生が考えました感があるね。ちょ、声が起こして、アイリボンにかけ直される。アイリボンさんですよね。おかけになった電話番号は現在使われております。続いて、ドッペルゲンガーにつながる番号です。ドッペルゲンガー、自分でか、そう、自分にそっくりの人。あ、遭遇したら死ぬってやつか。3人遭遇したら死ぬやつ。プルゲンガーはドイツだ。あれ、通話中になってる。めっちゃ怖い。喋ってみてよ。あ、通話中なんですよ。通話中なんだけど。え、ちょっと待って、何にかかってんの。え、かかってんの。繋がってんじゃん。繋がってんの。待って。もしもし。もしもし、聞こえます。中国で。分かった、すいません。あれ違うんだよ、声に反応してるんだよ。これ何、やばくね。これ何、マジやばくね。もしもーし、お前の声だろ、知らん。うん、何ところどころ落としてる。ところどころなんか聞こえてきてる。だから最初さ、お前の声に聞こえてきてもらってましたんだよ。えー、何何、その最初。これ超気持ち悪い。最初って声じゃん。なんかそう、さっきみたいにさ、変な番号とかだったら、ああなるじゃん。ソフトバンクからサービスになんちゃらなるじゃんね。速攻通話中になったもんね。さっきからちょくちょく、うーみたいな音すんの。やめてよ。え、2回目なの。2回目。え、なんかほんと最近正義めっちゃ声聞こえてる。ここ怖すぎん、これ。知らないんだな。黙ってんのかな、じゃあ IT は。したら怖くない？こう、取ったもののみたいな、ずっと黙ってんの、こうやって。怖いな。怖いって。声で特定して。でも物音はしたもんな。うん、した。うわ、犬鳴きトンネルってあるじゃないですか。いや、その前に俺普通に今切る際にうみたいな聞こえた。ガチ？オカルト界でタブーとされた電話番号が。じゃ、もういいって、そういうの。うわ、